八区は中国原産の竹の一種。高河流域以南に広く分布し、日本では妄想地区、真竹に次いで各地でよく植栽されている。北海道南部以南に分布し、妄想地区よりも体幹性を有するために、特に日本海側に多い。川岸や山地では野生化しているものもある。別名は竹、暮れた家。直径は3から10センチメートル。 高さは10から15メートルほどだが高いものは20メートルになるものもある。節の輪は2個で、石管は20から40センチメートル。和解管には白い粉があり、各節から枝が2本出る特徴を有する。750年頃には日本にあったことが知られているが、起源は不明である。開花周期は、マダケなどと同様に、 約120年とされており、開花後は一斉に固始することが知られている。間だけに比べて、強靭さは劣るが割りだけには適している。茶船にするには、蓄材の先端を80から120等分する必要があるが、割りだけに適した八蓄の特権と言われている。作動用具では火器にも利用される。枝が細かく分子するため竹棒器としても利用される。 小僧院の呉田た化呉田れた毛座を彫刻尺八、天平宝物の筆などは、八畜生と鑑定されている。また、内側の薄皮は、畜種と呼ばれ、笛の強行に張り音の響きを良くするほか、漢方薬としても使用される。八畜の竹の子は、食用で、小道が約3から10センチメートルで、最盛期は5月中旬から6月上旬頃、主に、 妄想地区のピークが過ぎた頃に出回り始める。川は紫色でまばらに毛があり、掘り出したばかりのタケノコは癖がなく生殖も可能だが、時間の経過に連れえぐみが増すためアク抜きが必要となる。タケノコは間だけと比べるとやや太く、ずんぐりとしている。また出始めの時期がやや早いこと、間だけでは川にある黒い斑点がないことや色の違いで見分けがつく。 ありがとうございます。